熊の目撃情報が増えています。人が襲われる事件も発生しています。登山の際は熊に人の存在を知らせる熊鈴の警告をお忘れなく。熊出没注意。熊鈴のように音が出るもの、基本的に有効だと言われています。熊関連の必読書、熊嵐、人を襲う熊、勢いで熊スプレー今朝ポチっちゃいましたから。はじめの一歩っていうボクシング漫画で、もしもばったり出会ってしまったら、まずは落ち着きましょう。熊に会いたくなくて荒野に挑んでみたい人はぜひニュージーランドに行ってみてください。登山者が自分の身を守るために大切なこと、これは熊の性質そのものを理解しようと努力することだと思います。こんにちは、ロングトレイルハイカーの高倉です。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。健康第一で楽しく暮らせていますでしょうか。僕は引き続き元気に楽しく生かしていただいております。さあ今日のテーマはですね、熊です。今年は熊の出没目撃の報告っていうのがとても多いですよね。昨晩もですね、上高地の小なし平というもう一般的なルート、全然こう深い山でもないところなんですけれども、そこのキャンプ場でテントがですね襲われたということで、複数のクマが夜襲いに来て怪我人も出てしまったということで、不運にも怪我をされてしまった方の一日も早い回復を祈ります。クマ今年本当に出没ですとか目撃の回数が多くて、ハンターの友達にですね聞くところによりますと、まあ、今年は春先から夏までですね、入山する人がやっぱりちょっとコロナの影響とかで少なかったせいで、結構クマの活動領域が例年よりも広がっているような気がするっていうことで話を聞いてます。こう深山幽谷、すごく深い山に入らない一般の方でもですね、クマに対する知識を持ってしっかりと備えることっていうのは大切になるんじゃないかなと思いまして、今回の動画を作ることにしました。山は無事に健康にも下山してくるっていうのがすごく大切で、遭難、例えば道迷いですとか天候でどうのこうのっていうのは結構ヒューマンエラー、天気予報見てなかったとか甘く見てたとかっていうのがあるんですけど、クマとの遭遇って結構アンラッキーなことも多いと思うんですよね。まあ、結局はその人間の行為がトラブルのきっかけを作っているっていう見方もあるんですけれども、やっぱり出会い頭にバンってこういきなり道曲がったらクマいたってなったらもうアンラッキーじゃないですか。でもまあそんな時にどういう風にしたらいいのかっていうのを、まあこういったですね書物、いろいろ人を襲うクマとか熊嵐とかこういう本を読んで、やっぱり熊の脅威についてしっかり勉強をして熊の性質を理解しようとすることが非常に大切かと思いますので、そういった情報を今回は共有していきたいと思います。できれば熊遭遇したくないですよね。僕ももう熊遭遇したくないからニュージーランドに行ったっていうところもあるんですけれども、あ、ちなみにニュージーランドには熊ですとか蛇ですとかいないんですよ。なのでクマに会いたくなくてワイルドな環境に行きたい人はぜひニュージーランドに行ってみてください。ニュージーランドについては別の動画で上げております。出会わないことが大切ですよね。基本的なクマの性格性質というのは臆病だと言われています。人の存在をこう感知したらですね自分から逃げていく。なので基本的にはこういう音の鳴るクマ鈴、こういったクマ鈴っていうのは非常に大切な道具になっていると思います。クマ鈴に並んでラジオですとかクマスプレー、この3種の神器とも言えるかもしれないんですけれども、まず音が鳴るクマ鈴、ラジオは筆形としまして、このクマスプレー、唐辛子ですとかね、カプサイシン成分の入った、まあ、9メートルとかプシューって出るやつがあるんですけれども、それ実は僕が持ってたやつは日本を出る時に一旦後輩にもうあげてしまって持ってなかったので、
今朝勢いでポチってしまいました。はい、また今度あのクマスプレー手に入ったらレビューしてみたいと思うんですけれども、これからすごく必要になってくるんじゃないかなと思いまして、まあ、3種の神器と言っておきながらもう1個フードキャニスター、まあこれは正確にはフードキャニスターではなくて、いろんなものを入れられるコンテナになってるんですけれども、 GoPro のマウントとかつけちゃってますけどね、こういうのもこれから必要になってくるかもしれないです。例えばパシフィッククレストトレイル、PCTですよね、その一部にあるジョンミューアトレイル、20日前後で歩くことのできるロングトレイルの一つなんですけれども、そこを歩くときにはベアキャニスター、いわゆるクマ缶ですね、クマが容易に開けることができないようなものに全部こう匂いのするもの、食料であったりいろんなものをこう入れて人間の存在をこう知らせないようにするようなものがあるんですけれども、時々クマの存在を感じる和歌山の奥の方とか行くときはこれを使ってたんですけども、この中にいろんな食料を入れてこうしとけば、まあ、匂いが漏れないかなっていう道具ですね。カヤックの時とかとそういうクマの出そうな環境の時に使ってたっていう感じです。これをこれから使うことになるかもしれない。まあね、ちょっと重たいんでやっぱり基本的にはジップロックとかでもいいかもしれないんですけども、やっぱりジップロックってすぐ破けるじゃないですか、クマの爪でね。こういうちょっと硬いコンテナタイプもいいのかもしれません。でもこれもうクマ本気出されたら多分壊れますけど、ないよりはいいかもしれないですね。自分自身はですね、クマは2回しか見たことないです。しかもかなり遠巻きです。1回目はこの写真にある場所、蝶ヶ岳の方から常念の方にちょっと散策しに行ってる時にこう黒い点がこう動いてたんですよ。遠くに、まあ鮭は加えてなかったですが、こういう黒いこんな塊がこうもぞもぞ動いてて、あっクマだみたいな周りの人がいて言ってて、で常念のあたりって結構クマ出るんですよね。北アルプスは本当に今クマ鈴とか人の存在を知らせるもの大切になってくると思います。もう一回は北海道で遠巻きに船から見たぐらいで、それ以外は幸運にもあんまりクマの遭遇はしたことがなくて、もし近距離であったらと思うと冷静でいられるようにやっぱり心構え、知識、勉強をしておく必要があるなと思います。ばったり至近距離であったら結構もしかしたらパニックになってしまうこともあるかもしれないです。最近ね、イタリアの方とかでもなんかそろそろこう少年が歩いててクマがこう近寄ってくるみたいな動画をインスタグラムかなんかで見たんですけども、恐ろしいですよね。よくあんなに冷静でいられるなと。やっぱり適切な知識を持ってこれからアウトドアね、ずっと楽しんでいきたいですから、まあ、クマとの共存っていうところもあって勉強は必須だと思います。登山者が自分の身を守るために大切なこと、これはクマの性質そのものを勉強して理解しようと努力することになると思います。山はね、人間の領域というよりもクマの領域、まあ、野生動物の領域になりますので、そこに侵入してこう襲われてどうのこうのなってクマが殺されたりするのもすごくかわいそうな視点でもあるんですよ。さらにクマっていうのは生態系を支える上でも非常に重要な存在になりますので、クマと適切に向き合って距離を取って関わっていくことっていうのは非常に重要になります。ここからはですね、全部概要欄の方にリンクを貼っておくんですけれども、クマについて勉強していくときに非常に有益な参考になる情報があります。まず一つ目がですね、環境省が出しているクマに注意という資料です。こちらのクマに注意という資料を見れば、例えば北海道にヒグマがいて、本州と四国にツキノワグマがいて、どういった性質があってということも全て書いてありますので、こちらぜひご一読いただいて、まずは知識を深めてみてください。次にですね、これは絶対読んだ方がいいんですけども、まあ、これからちょっと徐々にアウトドアのスゴ本、山のこの本マジ超おすすめっていうのを徐々に紹介していこうと思ってるんですけど、多分その第1位にもうなります。吉村明さんの熊嵐、こち
こちらの熊嵐のモデルは1915年の北海道三毛別ヒグマ事件をモデルにした小説になっています。日本史上最大規模の獣害事件、あまりにも怖すぎる描写、これでもう身の毛もよだつというか、熊の恐ろしさが非常によくわかります。これはヒグマですけども、熊の恐ろしさがもうこれでもかっていうぐらいわかるので、ぜひ読んでみてください。山の最強ホラー小説です。勉強になる資料がこちらです。人を襲う熊、羽田修さん、遭難の本とかよく書いている方ですよね。この本もすごくいいですね。その熊の恐ろしさを知ってどういうふうに対処すべきなのかみたいなことのヒントが散りばめられています。人を襲う熊、遭遇事例とその生態という、こちらの本です。で、まあ、先ほどの熊嵐、吉村明さんの熊嵐は三毛別ヒグマ事件をモデルにしてるんですけども、熊の事件で有名なのがこの三毛別と、もう一個が福岡大学のワンダーフォーゲル部が、日高であったヒグマ襲撃事故、テントを食い破られてこう漁られて、すごい大変なことになって、遺書ももう生々しいというか、そんな事故があって、まあ、それがこの第1章で語られています。日高カムエクウチカウシ山のヒグマ襲撃事故で、第2章では地元漁師が語る秩父の熊の今で、第3章では近年の熊襲撃事故、ここを絶対読んどいた方がいいですね。近年どんなことが起きているのかっていうのがここで分かります。で、人間が原因でトラブルがどんどん生まれてるんですけども、熊の性質っていうのもやっぱり変わっていくんですよね。どこかでその人の食べ物の味を覚えた熊は獰猛になったり、逆に積極的に人を襲うようになったりですとか、変わってくるので、やっぱり学んで自分たちも変わっていかないといけないっていうところですね。そして第4章で熊の生態と遭遇時の対処法っていうのが書かれてます。月のワグマとヒグマの生態、最近の熊の出没と事故、人身事故増加の背景、熊との付き合いっていうところで、この本も必読書。もう山で熊に会いたくないし、もし万一ばったり会ってしまったら、うん、これね、ぜひ読んで知識として備えておきましょう。時々ですね、ニュースで見るじゃないですか、熊を巴投げしたとか、こういう状態ですかね。こう熊がこうガーって来たら、こういう状態だと思うんですけど、できるのかなみたいな。柔道やったこともないし、そういう武の心得もないし、もしかしたら渋川豪樹ぐらい強かったらいけるのかもしれないですけど、こういうね、獰猛な熊、対応できる気がしないな。僕が知ってるのは、はじめの一歩っていうボクシングの漫画で、第26巻ぐらいですかね、合宿で高村がこう山走ってたら熊と会って戦うんですよ。で、この鼻をね、この鼻を、鼻が弱点だみたいなことを見つけてたんですけど、それが事実かどうかちょっと文献とかが見当たらないので、もし熊の弱点とかご存知の方は教えてください。基本的には熊を刺激しないことが一番なんですけども、もしまずは熊と遭遇したら、まずは落ち着くこと、そして大声を出さない、背中を向けて走って逃げるようなことはしない、取られたものを取り返そうとしない、とにかく刺激を与えないことが大切です。ただばったり会ってしまって、しがみつかまれてこう来られたら、もう本当にやばいじゃないですか。いざという時は応戦することが出るかもしれない。そんな時にもしかしたら鼻っ柱がいいのかもしれない。鼻どうでしょう。ちょっと熊と応戦することがもし出たらどうしたらいいか、ご存知の方いらっしゃいましたら、ぜひコメント欄で教えてください。子熊を連れている熊がいて、こうやっぱり子を守るために獰猛になったりすることもありますし、まずは近づかないこと、そして食料ですね。食料の匂いにつられてやってくることがあるそうです。熊の嗅覚どれぐらい優れてるかご存知でしょうか。人間の2100倍と言われています。やばくないですか。人間の2100倍ってもうよくわかんないんですけど、なんで2100倍、もうやばいです。めちゃめちゃ鼻がいいので、テントの中に匂いが出る状態で食料を置いたりですとか、密閉せずにゴミを置いたりすることは
クマをおびき寄せているとも言える非常に危険な行為になります。リスキーなことを避けるためにジョンミュアトレイルですとか歩くときはベアキャニスターの中に食料を入れて運搬することが義務付けられていますし、こういった容易には開けることのできない、爪で引っかいても穴の開きにくい、こういったボトルに入れるのもジップロックとかよりはいいかもしれない。また高倉屋をいつもご覧いただいている方は ありがとうございます、ご存知かと思うんですけれども、こういった密閉するタイプのゴミの運搬袋にこういう しっかり匂いを閉じ込めることができるものに入れて、さらに閉じ込める、なるべくこう匂いが出ないように。でも2100倍の嗅覚やったらもう太刀打ちできないような気もするんですけど、やらないよりはマシだと思います。匂いの出やすい食べ物をクマの出没エリアでアウトドアで食べるっていうのももしかしたらもう考えものかもしれない。アヒージョとかすき焼きとか食べたいですけどね。でもまあ命には代えられない。そういったこともぜひ知識として頭に入れておきましょう。クマに限らず野生動物にこう餌付けをしてしまうとやっぱり悪い学習をすることになります。僕が住んでいる大阪府箕面市のですね、箕面の山にも猿がいっぱいいるんですけれども、猿にやっぱり食べ物を与えたりすると人間は食べ物を持ってると思ってビニール袋とか奪いに来たりするんですよね。トンビとかもそうですよね。野生動物に悪い学習をさせない、余計な介入をしないっていうのがすごく大切なポイントになると思います。匂いを封じ込める。クマ出没注意というテーマでお話をしました。ぜひですね、クマに関する知識をしっかりと持っていただきまして、概要欄にいろいろとリンクは貼っておきますので、そちらから資料 PDF とかねダウンロードして無料で見ることができるものもありますので、ぜひ一度お目通しください。またこちらの本、クマ嵐と人を襲うクマ、めっちゃ重要な本になると思いますので、まあ、クマの恐ろしさをしっかりと理解するためにもこちらの2冊はすごくおすすめです。安全に登山を楽しんでいただきまして、しっかりと健康体で下山できるようにしていきましょう。山のね、山のクマの事件っていうのが増えてくると、クマがこう人を傷つけたクマっていうのは殺されてしまうので、そういうのもすごく嫌なんですよね。なので自然へのインパクトを考えると非常に難しい問題なんですけれども、まずは命、自分たちの健康と安全がファーストになるとは思いますので、ぜひ、勉強して備えていきましょう。クマ鈴ね、すっごい大切だと思います。今シーズン特にクマの活動領域広がってるって聞きますので、安全に山を楽しめるようにしてまいりましょう。それでは皆さん、健康第一で暮らしていきましょう。バイ。最後までご覧いただきましてありがとうございます。高倉屋はアウトドアのチャンネルです。アウトドアショップ店員時代に得た知識、メーカー本社で学んだアウトドアの歴史と素晴らしさ、シーズンガイドを通して習得した技術、世界の山旅を経て目の当たりにした尖ったハイカーたちの知恵や工夫などなど織り交ぜながら、山と旅に関する情報を動画にしています。アウトドアはマジで最高の旅の手段になりますから、ぜひチャンネル登録して最強で最高な旅人ともに目指しましょう。